早めにお話ししておきたいことですが、ゲームの楽しみイコールゲーム性というわけではありません。ゲーム性はゲームの面白さの一部であって、やはりゲームには多様性があります。ゲーム性によるものではないゲームの楽しさを持つジャンルを、合計7つほど挙げておきたいと思います。まず1つ目、操作が楽しいもの。ビデオゲームは操作をするだけでも楽しいと感じさせることができます。モニターの中という自然の法則から解き放たれる空間は、現実世界に生きる我々にとって実に不思議かつ魅力的なものです。操作をするだけで楽しくさせるには、適切な仕様や操作感を敏感に汲み取り調整する技術などが必要です。ちなみにラジコンなども操作感で楽しくさせる媒体ですね。2番目、アドベンチャーゲームとか、サウンドノベルですかね。このジャンルのゲームは駆け引きなどよりも物語を進めることによる面白さが先立ちます。小説や映画などの延長線上ですが、だからといってお話さえ面白ければゲームが成り立つわけでもありません。小説などと異なる表現方法、コンピューターを生かしたシステム、それを生かしたシナリオ作りをすることがゲームとしてのお話、妙、面白さを生みます。同じストーリーものでも逆転裁判あたりになると駆け引き色が強くなっていくように、非常に曖昧な境界線を持つ場合もあります。3、ムービーやストーリー重視のもの。前の項目と近似していますが、これはゲームジャンルを問わずにくっつけられるものです。単純に映像やお話が楽しいことはゲーム性ではないということは分かりやすいと思いますが、ゲーム性を盛り上げる重要なエッセンスにはなり得ます。先に進みたい欲求はより頑張ってリスクに立ち向かう原動力になりますから。キャラクターや世界をしっかり見せることでユーザーがよりイメージを深めることができ、ゲーム画面の体感度を高めることができるという利点も大きいですね。4、版権ものやキャラクターもの。このジャンルは映画、おもちゃ、カードなど、その作品のファンのために向けた商品群として見るのが良いと思います。なので一般的にはゲームが面白いか面白くないかそのものより、その作品世界をしっかり楽しませることができるかどうかの方が重要視されます。逆に言えば、その作品のファンでもない人が評論するのはあんまり意味がありません。このジャンルにおいてゲーム性だけを語るのは野暮ですね。5番目、実在モチーフの再現。戦略系ではないリアルシミュレーションゲームですね。疑似世界でごっこ遊びを楽しむ、これもゲーム性以外の非常に楽しい要素です。例えば電車のゲームで、電車が駅に着いた時、扉が開くガラガラガラという音や、お客さんが入ってくるゴトゴトゴトという足音みたいなものを出すと、プログラムから見れば効果音を1つ2つ呼んだだけなのに、プレイヤーはあたかも扉が開いた、お客が入ってきたかのようなモニター外の世界観を感じることができます。現実に近づけることで、ゲームで表現している以上の情報量をプレイヤーが受け取り、より深みを感じられる。もちろんゲーム性を増すことはできるのですが、それだけではない楽しみに満ちていると思います。6番目、エディットクラフト系。これは工作するだけでもゲーム性と関係なく楽しむことができますが、その仕様の中に高所から落ちたら死んでしまうとか、敵から防衛するために工作するとか、素材を得るために危険を犯すなど、リスクとリターンを絡めると飛躍的に面白くなる可能性があります。ところで前述の、実在モチーフの再現と通ずるところもあります。ごっこ遊び的な、これを合わせた例はマインクラフトよりも動物の森の方が顕著かもしれませんね。7番目、音ゲー。リズムに合わせて音を鳴らすという楽しみは、ゲーム性よりももっと原始的な喜びに基づくものです。人間は純粋にそれを楽しめるようにできています。それとこのジャンルは何度も聴いて馴染んだ曲であればあるほど楽しめることと思います。曲を覚えることを前提にして、それに合わせてリズムを刻むことはやっぱり楽しいですよね。ただ
作りによっては駆け引きも生まれるし、リスクとリターンを取り入れることもまあ可能です。ビートマニアシリーズなどがそうなっていますが、最高に良いパーフェクトのタイミングから少し遅れると失敗。これがパーフェクトから離れるほどグッドバッドになっていくような柔らかいシステムにすると駆け引きが下がり、少しつまらなく感じられるはずです。以上です。今回の話に含めるかどうかを考え、結局外したゲームジャンルがあります。それはスポーツもの。本物のスポーツ自体が何らかの駆け引きが必ずあるはずです。それをコンピューター上で体現した時点で、すでに何らかのゲーム性は兼ね備えていると言えます。またスポーツ観戦は応援するチームがあってこそ成り立ちます。プレイヤーが応援すべきは当然操作しているチーム、実際の世界に応援するべきチームがあり、それを操作していることとなれば、さらに一喜一憂できることと思います。こういったものはゲーム性を新たに設計する必要性が薄いですが、ないとは言いません。同じく自然に駆け引きが発生するものも結構あります。ゲーム性がゲームの面白さの全てではないし、それぞれの楽しみは0か1かではなくて曖昧につながっています。境界線はありません。素直に楽しいことを感じられ、それを噛み砕くことができれば、より幅が広いことができるようになる可能性もあるので、ぜひ敏感になってみてください。